あなた、私よ、開けてくれる？エヴァ！あなた？何？どうしたの？あなた！ここを開けて！これ開けて！開けて、あなた！誰か！はい。嘘だろ、秀吉おじさんが休むって出てって10分かそこいらだってのに。お風呂場には誰もいない？はい、誰もおりません。なんということでしょう。あなた、あなた、残念だが手の施しようがない。待っててって言ったのに、どうして。
一人で先に行っちゃったのよ。多分犯人は俺たちが油断してばらけるのを待ってたんだろうな。ちくしょうめ、まだ血が足りねえってのかよ。やはりこの屋敷のどこかに隠れていて私たちを狙っているのでしょうか。それよりおかしいわ。この部屋は戸締まりが完璧なのよ。確かに鎧戸も全て閉まってますし、扉にはさっきまでチェーンが。それはおかしいではありませんか。それじゃ犯人はどうやってこのお部屋の秀吉様を襲ったというんですか。扉の隙間からこの杭を投げて刺したとか。その隙間から秀吉さんのベッドは完全に死角よ。銃を使ったって殺せやしない。おかしな話になったわ。密室殺人。密室殺人。そうと決めつけるのは早いぜ。風呂場の天井を外して天井裏に逃げたのか。あるいは鎧戸が実は外からでも閉められるとか。鎧戸は外からはびくともしませんでした。今確認してきました。ウリコ、案の定お約束で。そういう言い方はねえだろ。お悔やみ申し上げます。で、室内の状況は。扉にはチェーンがかかっていて、私たちは切断して入ったわ。そして窓には全て鎧戸、しっかり内側から施錠されてる。奥は何を揉めてるんです。ジョージたちの死体は、そうしたらどうなったの。犯人にどこかへ持って行かれちゃったのよ。犯人は殺すだけじゃ飽き足らず、遺体にまで何か無体なことをするつもりなのかもしれない。だからダメ。ここへ主人を一人ぼっちで残していくなんて絶対ダメ。エリカちゃん、現場をそのままで保存したいだろうが、今回はちょいと折れてもらうぜ。どうぞご勝手に。私にとって興味があるのは、金蔵さんの書斎よりはるかにまともな密室が出現したことだけです。死体には興味ありませんので、どうぞご自由になさってください。搬出していただいて結構ですよ。死体は、それとも私が邪魔ですか。100枚運ぼう。はい。あなた。
いいこと？みんな、これからは常に団体行動よ。絶対に孤立してはダメ。犯人はゲンジさんを襲った時点でマスターキーを得ているはずだ。世情がもはや安全を保証しないことは明白だぞ。しかしチェーンまでされていたのにどうやって？不可能だ。鎧戸もチェーンロックもしっかりかかっていた。マスターキーがあったってあの部屋に押し入るのは不可能だ。きっとベアトリーチェ様の幸せですよ。ベアトリーチェ様のはずありません。碑文は解かれ、すでに儀式の意味は失われたはず。わかるものか。こんなの魔女にしか不可能だ。魔女にしか不可能ですか。ぐっといい響きです。エリカちゃん、話を聞いてる？私たちはこれから全体行動って決まったわ。私たちはまず秀吉さんの遺体を客前運ぶ。探偵ごっこはそれからにしない？行くぜ探偵さん。団体行動を乱すなって修学旅行で習わなかったか？私が旅行に行くと必ず人が死ぬってお約束がありまして。ほら、何してやがるガキども、早く来い。夏日さん、
ちょうど今からあなたにも知らせに行こうと思ってたんです。それはありがとうございます。それで何かありましたか？今夏日さん階段を上ってました。夏日さんの部屋って上ですよね。寝つけなくて客間に戻ろうとしていたのですが、自分の部屋に鍵をかけたか不安になり戻ろうとしたのです。心配性なのでよくあることです。気にしないでください。ああ、よくありますよね、そういうの。記憶力に自信のない人にありがちな癖です。エリカさんこそお一人でどうしたんですか？例の客室を調べようかと思いまして。客室？え、大変なことになったじゃないですか。現場検証は私の権利ですので。最初の事件の繰り返しですね。どういう意味ですか？またあなたは自室で、そして今回もそのアリバイを証明できないわけですよね。おっしゃっている意味がわかりません。逆を言えば、私が自室にいなかったことをあなたこそどう証明されるわけですか？おや、そうきましたか。ならばそれはおいおい、鍵は後にしてください。皆さんに重大な話があります。鍵を確認したら戻ります。先に始めていてください。秀吉さんが殺されました。その件についてです。え？ちょうど夏日さんが戻ってきてくれました。全員が揃ったところで、私から皆さんにとても重要な話を。